の3曲です。黒沢の親版ドラバウーワンです。いや難しいところから捉えましたね。今のはね、さすがの渋川八冠もね、ローピンが山にいるとは思ってないと思うんですよ。八冠八冠として紹介されてましたけれども、八冠の余裕を持ってしてもさすがにね、ちょっと無理だと思うんですけど、3枚もね、予想を超えてきました。シンプルに期待値でいったと思うんですよね。さあ、今度3曲続いての登場ので厳しい厳しい、厳しい。渋川もペンちゃん多めですね。ちょっとこのままだと勝ちがあんまりない気ですね。猿川が想像したメンツ、先ほど報酬もありましたが、まだトップ目余裕あります。黒沢だ黒沢だ、ドラドラ赤だ。黒沢さんだとチートイスになるのかな、わかんない。でも、はい、もうどこまで高くなるのかもわからない。ちょっともう一回見てみましょう、この後。猿川さんがめちゃくちゃいい形は。そうですね、形の猿川、座点の黒沢。朝倉さんここでチーしててもう全部変わってますね。はい、私は、ね、はい、赤ウーアを探してチーしてます。親よダブドラよと。小さい人間なんで。いや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 、小さい、いっぱい上がればいいんじゃないかな。いやー、でもこの世界を見せてくれるのがやっぱり黒沢さんの魅力だと思うんで。でこの世界の先に黒沢オリジナルの上がりが待ってるんですよね。これで倍満とかね、ハネマンとか上がったらすごいですよ。普通の人が漫画のところを倍満にするタイプの打ち手です、泣いたら上がれるとは限らないですからね、これ形結構苦しいんで、はい、本当に。でもちょっと今のところ手は進んでおりません。黒沢東条はマンズの染め手に向かっているか、何かしら大きな手を作りたい。現在6200点持ち。こういう手が一番きついなって思っちゃいます。渋川さんの手ですか。そう、うん、なんか中途半端にまだ上がりが見えるかもぐらい。さあ登場がチュンをポンです。マンズの本一ドラは持っていませんが、なんとかマンガンクラスまでいけるか、しかもまあ上がれなかった時も受け駒がいっぱいあるんで、ああいう手は気楽ですよね。渋川さんの手はあんまり気楽じゃないと。そうなんですよ、自敗持ってない、はい、ということでマンズをね先に処理して、まああわよくば東条さんポンしてもいいですよみたいな。シャーも泣きました。これはおたかぜです。チュンシャーとポンして手を進めていきます。渋川さんがねここで E1 打つかどうかちょっと難しいですが、あと1枚くらいアシストはしません、やりました、はい。これはもう自分の手が全く価値がないんで、もうこの手からだと万が一のドンも嫌だと。ここからロンって言われたらもうちょっと今日控室帰りたくなくなっちゃいますね。ポンって言われたらめちゃくちゃ嬉しいんですけど、ロンって言われたらもう頭抱えたくなるんで、一文字違いで天国と地獄。、はい、さあドラ持ってきました登場。これで漫画も見えてきた。マンズをまだ切っていくのは猿川です、こちらは見合ってる手ですからね。価値がある。ヤクロ様もちょっとまだねメンツがないんです。しかもマンズが結構余ってく上に登場さんの神茶なんですよね。難しいですよね。順目が進むごとにやりづらくなっていくか、これではない。切る順番もこだわっていきたいところか。ウーソーの方にしました、はい、安全のかな、黒沢に通ってますね。あ、これ登場に通ってますね。あ、進んだ進んだ登場。これでいいシャンテン、あ、そう3連だ、まあ、チートイツでちょっと粘るかもしれないですね。はい。あ、チートイツ。これはチートイツだ。いや、3万を今切るか絞るかですか、これは。猿川さんが3万切ってるんで、ローンはないんですよ。多分。一手進んでました。ごめんなさい。いや、3万ね、そうですね。その後、一手進んでそうですね。チーは入ってますね。はい、失礼しました。いや、でも、切らない選択にしましたね。はい、ギリギリまで引きつけて。いや、猿川さん進まない、ね、結構勝負もね3万も切っていってるんですけれども、急走ちょっと良くないですか。どうですか。あ、狙い目ですか。うん、あくまで急走切り、3万切らない。3万実際切ると東条にテンパイが入ります。チートイツっていう手もありますしね、難しいですよね。そうですね、はい、アンコは残してますね黒沢。まだこれで猿川いいシャンテン最後にぶつかるのか。リャンソー場に出てない牌です。
この辺りリャンピン切るかもちょっと考えてるかな。ローピンの方か。ローピンは東条には中筋、うん、あくまでやっぱりあんこ系は消さない、はい、ハーピンも泣かない、本の文字はないです、うん、ハーピン泣いても全然上がれなそうなんですね。あの、ね、ウーワン、チーワン、キューワンっていう統一じゃないですか、はい、ちょっと無理そうなんで、うん、一応ねまだなんかもうあんこになりそうですしね。え、うん、あ、チートイツだ、すごい3ワン重ねてチートイツだ、え、すごい、これ東条のキーハイ持ち続けたら重ねて天杯乱走短期です。乱走山に1枚1枚だけだ。いやでもすごい、これはすごい、いやね、これが見たかったみたいなとこありますね。いや面前で進んだ一つの形、天杯までこぎつけたチートイツ、あーなんだっけ、いやいやもう、いやもういいんじゃない、切ります切ります、さすがに切ります、ドラドラ赤ですよ、強めにいった、これで天杯入る。でウーマンガドラです、マンガにしたい、はい、カンローマン、これ山に1枚かな、1枚で範囲に3枚使われていて場には見えていません、うん、山に1枚です、はい、でこれ3万打ってきた黒沢さんも尋常じゃないんで、はい、みんなそっちに注目はいきますよね、もともと受けは強い選手です。その黒沢が3万切って勝負にいっている、これはね場は沸騰しています。うん、渋川さんまあいろいろ安排はありそうですね、うん、準備してた。でローマンね、これまっすぐ行ったらいらなくなる牌です、はい、1ピン2枚切れ、はい、ヤンソー短期のまま、うーん怖い、ヤンソー1枚いるんですよね、1枚います、積もると6000オール、はい、6000オールは大きすぎる、あ、これ打つんじゃないかな、大丈夫かな、どうですか、いや、どうですか、どうですか、どうですか、クロスさん打った、1万2000だ、1万2000、チートイツドラドラ赤1万2000、サルカは2局で1万7800点失いました。いやー1万8000でね2連勝かと思いき や、 いやこの闇手が強烈です。いや黒沢らしさの一つの形を見せてくれました。いやほんと黒沢さんのねなんか最高の一局って感じですよね、これが、これ黒沢の調子がここから戻るんじゃないですか。ほらハイパイすごいすごいすごい、かなり整ってました。でずっとハイパイきつかったんですよ、はい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 、今シーズン、これは眠れるセレブを呼び起こしたかもしれません。これ風ですか、風ですか、風信じる方ですか、さくらさん、ひろさん見てますか、ひろさん見てますか、これが風ですかよかったら LINE しといてください、風ですか